皆さんは春を感じてますか？私は今日小さな春を見つけました。それはフキノトウです。職場の昼休みにフキノトウのパスタを作ってみることにしました。とは言っても昼休みの限られた時間なので超ズボラ料理になります。まずはフキノトウをみじん切りにして、このパスタはもう水の状態からフライパンで茹でております。そしてこちらはアンチョビです。アンチョビもみじん切りにしました。さて麺を茹でてる間に1週間コーデの撮影をしております。一応お客さんもいるんでちょっと今回は短めになってしまいました。さてそうこうしているうちに麺が茹でたぎってきました。かなり煮えすぎたかもしれません。そこへフキノトウとアンチョビを投入、そして混ぜます。どうでしょうか。そして、オリーブオイルを少々、これはちょっと入れすぎました。それから、白ワインを少々。本当はお塩を入れたかったんですけれどもなかったので省いてしまいました。これが結果的に悪い原因となってしまいました。お皿に盛り付けます。これで完成です。フキノトウのパスタ、ちょっともうちょっとフキノトウもいっぱい入れればよかったし、塩入れればよかったです。塩がなかったんで、やっぱり塩を入れればよかったです。またリベンジしたいと思います。Bye.